どうもマンションカウンター代表のドクター森野です。イケメンすぎてごめんなさい。はい、いつもブログや YouTube ご覧いただきありがとうございます。さてさて、お盆期間中のご案内となります。まず店舗、海浜幕張店と日本橋店、こちらは2019年8月13日火曜日から2019年8月の15日木曜日までの3日間お盆休みとさせていただきます。2019年8月16日の金曜日から通常営業となります。対面相談のご予約は休業期間中も受け付けております。購入売却賃貸管理等の各種サービスをご利用中のお客様、緊急時は担当までメールお電話にてご連絡お願いいたします。メーデーメーデー応答願います。メーデーメーデー応答願いますと言っていただければ緊急に対応いたします。それが我々マンションカウンターの強みでございます。大手とは違います。休みでも電話に出ます。さてさて、メール相談、メール相談も店舗休業中受け付けておりますが、大変恐れ入ります。返信は2019年8月16日金曜日以降とさせていただきます。申し訳ございません。休業期間中もブログや各種 SNS 等で情報発信していきますので、ご覧いただければこれ幸いでございます。それでは皆さん、良いお盆をお楽しみください。またねー。